この間猿橋というところに行ってきて、でね、猿橋っていうのは大月市にある、橋なんだけども、木造の橋で、日本三大奇橋って言って、日本の3つの、珍しい橋、三大奇橋っていうんですけど、その中の一つである猿橋っていうのを見てきました。岸壁の両側からこう木を跳ねて、跳ね木っていうんですけど、木を跳ねて、そのこの跳ねた木の上にまた重ねて、その上にどん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 重ねてって、こういうふうに伸ばしてって、両岸からつなげて橋にしてるっていう、まあ珍しい橋で、じゃあ何三大奇橋っていうんだったら他に2つぐらいまだあるんだよね。で調べたら、猿橋以外に岩国の岩国市、山口県岩国市の、錦帯橋っていうのと、あと他にどっかのね、日光のその神橋とかね、神の橋って書く神橋が、どっか四国、徳島、どっかあっちの方の桂橋っていうのがあるらしい。だから一つは猿橋、それからもう一つは錦帯橋で、もう一個がよく分かんない、桂橋なのか新橋なのかよく分かんなかった。でも確かなことはあれだね、錦帯橋と猿橋は三大奇橋の中の二つだと、それは確かなことで、錦帯橋っていうのは何だろうな、どんな、まあ大体知ってるんですけど、もう一度ウェブなんかで調べたら、こう橋脚が3つあって、1、2、3、3つの橋脚をこう4つあって、4つの橋脚をこう、だから4つだから1、2、3、4ってあるとしたら、ビヨンビヨンビヨンの3つアーチがかかって、両側にもこう橋がかかって、で都合5本の橋がね、こう連なってる、そういう橋で、錦帯橋、錦帯五橋なんて言われてて、五橋って思ったんだよね。そして五橋といえばあの五橋だなのかな、そういう酒あるじゃない。でその酒が五橋のその蔵元のホームページ見たら、やっぱりその錦帯橋がその酒の銘柄の命名のゆえんなんだって。まあそんなことをか猿橋、大月の猿橋を見ていろいろ調べていくうちに、五橋は錦帯橋だったということを学んでしまいました。で、五橋飲んでんですね。